今日はタラをメインに美味しい美味しい味噌汁定食を作っていきます。最近はだんだん日が長くなってきて暖かくなってきたなと思ってたところにまた冬の寒さが帰ってきたってことで、あったかいご飯が食べたいなと思っていい食材ないかってスーパー探してたら、今回こんないい食材を見つけました。それが北海道産のタラの切り身。今回はこのタラの切り身を美味しく調理していきます。まずはタラの切り身の臭み取りです。料理酒をドババーっとかけて10分から15分放置しておきます。待ってる間に他の作業を進めていく。今回タラと一緒に激安のエビもゲットしたので、これもお味噌汁の具材として使っていきます。今回の味噌汁はタラもエビも入っててすっげー贅沢って感じ。だからこそ背ワタとか取ってね、しっかりとした処理はしていきます。今回僕は殻付きのエビを使ってるけど、冷凍のむきエビを使った方が楽ちんです。そんなこんなしてたら15分経ったので、臭み取り用の料理酒は捨てます。でもまだタラに水分が残ってるので、キッチンペーパーできっちりと吸い取っていく。切り身にまとわりつく匂いの元が全部キッチンペーパーに吸い取られろっていう気持ちで頑張って拭き取りましょう。あと今回は食べやすいように小さくカットをしておきます。一緒に身についている骨もこの時取っておくと、後で食べる時がすっごく楽ちんです。あら汁とかだったら骨があった方がいいかもだけど、今回は切り身なのでしっかりと取っておきましょう。海産物の下処理が終わって、今度野菜何入れようかなって冷蔵庫探してたら、冷凍していた白菜と一口サイズにカットしてた人参、5、6センチ幅にカットしてた長ネギが登場。これは嫁さんのおかげ。その他にも今回野菜室に椎茸が入ってたので使っちゃいます。通常通り薄くスライスして味噌汁に入れてもいいかなと思ったんだけど、今回魚介とかもあって味噌鍋感があるので飾り切りに挑戦です。こうやってバッテン印にカットするだけで、やっぱ見た時のね、美味しそうって思うね、気持ちが全然違う。なんだか椎茸が数段レベルアップしてる気がするもん。こんな風に見た目で全然感じ方が変わってくるなら、もっと他にもね、いろんな飾り切りに挑戦してみたいなって思います。とか言ってたら、魚介以外の具材もね、すっごく豪華になりました。もうここまで来たら味噌汁ではなく味噌鍋風のね、定食にしていきます。ただ土鍋を出すのはめんどくさいので、今回フライパンで作っていきます。実際食べるときは別皿に移すからね、こうやって作った方が洗い物が楽ちんです。今回作ってる味噌鍋の素もすっげーね、動画で何回も紹介してるんだけど、これはぜひぜひ覚えてってください。この素にお肉でもお魚でもね、何でも入れてもね、すっげー美味しくなります。で、スープができたら、まずはタラとエビから入れていく。で、この2つに火が通って美味しい出汁が出てきたら、野菜を入れたかったんだけど、もうお腹が空いて待てないので、もう一緒に入れちゃいます。あとは蓋をして煮込んでいくだけなんだけど、最後にアクセントで鷹の爪をパラパラっと入れました。これがね、最後に食べた時にやっぱ正解だったなってなります。具材に火が通って味がしみしみになってたら完成です。ただ味噌鍋風の味噌汁だけじゃちょっと物足りないかなと思ったので、スナップエンドウの揚げ焼きおつまみも作っていきます。ただ揚げ焼きにするんじゃなくて、今回スナップエンドウにしっかりと下味をつけていきます。味付けは鶏ガラ顆粒に白だし、醤油とニンニクを入れてよーく揉み込んでいきます。で、揉み込むだけじゃなくて味が染み込むようにちゃんと10分ぐらい放置しておく。これでより一層お酒に合う味になります。あとは片栗粉を適当にパラパラーっと振りかけて全体によくまとわせたら、あとは薄く油をひいたフライパンで揚げ焼きにしていきます。両面ともにいい感じにこんがりと焼け目がついたら塩振って完成です。綺麗にお皿に盛り付けて早速美味しいご飯をいただく。まずは具沢山味噌汁メインのタラからいただきます。味噌鍋の素がいい感じに染み込んでて、もう食べたら最高に美味しかったです。
次にこのスナップエンドウの揚げ焼きおつまみだけど、こっちもメインになるぐらいのポテンシャルがあります。もうすべてが美味しすぎてペロリと完食してしまいました。お腹もすっごくパンパンでめちゃくちゃ幸せって感じ。今日一日の最後にこんな気持ちになれて最高の具。ご視聴ありがとうございます。今日の具沢山味噌汁はもうこんなに豪華でいいのってちょっと途中からね焦っちゃうぐらいね、もう豪勢でした。ただその分めちゃくちゃ美味しかった。寒さが戻ってきた今の時期に食べたい一品です。よかったら作ってみてね。